マジカル薬丸次元流、あなたのハートを一瞬散斬、天下五剣の恐ろしき刃、稲葉つくよ、今宵もつかみはバッチリです。およ、皆さんこんばんは、稲葉つくよです。武装少女マキャベリズム最終巻発売記念動画企画第1回の始まりです。3週にわたって3本の動画を更新していきますので、皆様ぜひ最後まで楽しんでくださいね。そして皆さん気づきましたね。そう、なんと私ライブ 2D なのです。私稲葉つくよはついに VTuber デビューすることになりました。 VTuber というものがよくわからなかったので、ののさんにお聞きしたらものすごくびっくりされて、とても喜んでくれましたから、それはもうきっとすごいことなのでしょうね。我が弟子も喜んでくれるでしょうか。とにかくです、皆さんにこうやって VTuber としての姿をお披露目できてとてもハッピーです。VTuber ってこんなこともできるんですよ。デビューを記念して黒神先生と神崎先生からコメントが到着しておりますので、皆さんにご紹介したいと思います。まずは原作の黒神先生のコメントからどうぞ。我が師、この度はライブ 2D 化おめでとうございます。ぜひ将来的には歌ってみたや怪談朗読、あとはこのゲーム実況などをやっていただきつつ、え、ゲームできるの？つくよちゃん本当は見えてない？というスパチャに、見えてませんよ、何ですかその疑いの眼差しは、という定番の返しを考えましたので、ぜひ使ってください。黒神先生ありがとうございます。安心してください、見えてませんよ。歌ってみたって何ですか？私が生歌を披露するんですか？恥ずかしいです、そんな無茶ぶりはぶっ殺です。気を取り直しまして、次は神崎先生からのコメントです。神崎先生にはこの姿を制作される際に大変だったところとこだわりのポイントを教えてもらいました。とにかく求められるパーツ、レイヤー数が多くて驚きましたが、可愛く動いてる姿を見て頑張ってよかったなって思いました。およ、可愛いですか？私、見えませんので自分ではよくわからないのですが、そんな気はしてました。やっぱりです、刀抜けます、いつでも切れますよ。実は千早の下も書き込んであります、いつでも脱げますよ。そうなんです、この刀抜こうと思えば抜けるんですよ。でも抜刀はいざという時のために取っておきましょう。もちろん脱ぐのもいざという時のためにです。黒神先生、神崎先生ありがとうございました。そして私が VTuber デビューを果たしたのは他でもありません。この重大告知を皆さんにお伝えするためです。
そう、武装少女マキャベリズムの最終巻がついに8月26日に発売となります。我が弟子の魔弾が炸裂し、六王剣との戦いはついに幕を下ろしました。そして季節は夏、果たして私は水着姿になるのでしょうか。そして楽しい文化祭では我が弟子と校内を回ることに。その模様は次回のアフレコ企画でお披露目しようと思っています。こうご期待、楽しみにしてくれないとがっかりです。およ、最終巻発売を記念して読者の皆様からコメントをいただいているようなので、その中からいくつか読み上げていきますね。ハンドルネームくるみんさん。自分の目で見きれないほどの動き、躍動感、技の数々、女の子が縦横無尽に刀を振るう勇ましさが大好きでした。魔法も超能力もなし、実在の剣術や剣法を踏まえたリアル感がキャラを身近に感じさせてくれました。ありがとうございます。やはり武装少女マキャベリズムといえば手に汗握るアクション、リアルな剣術描写が魅力の本作ですが、剣術界にも熱心な読者がたくさんいらっしゃるようでして、なんとそんな隠れファンのお一人、兵法大社流の宗家上原先生にいろいろ聞いちゃう企画が動画第3回で用意されているとか。ワクワクですね。では次の方です。可愛い女の子が剣を振るい、男は素手で相手取る、このシチュが新鮮であり、魔弾にとんでもなく中二心をくすぐられたのをよく覚えています。次の作品でもどうか彼女たちの活躍が見られることを楽しみに待っています。連載お疲れ様でした。ちなみに今後でも時々でいいので、魔法少女マキャベリズムマジカルつくよちゃんの連載を、つくよちゃんの出番を、マジカルつくよちゃん推しの方ですね。ありがとうございます。そんなあなたは第2回のアフレコ動画をチェックするときっといいことがあるような気がします。詳しくはまだ内緒です。では次の方です。ハンドルネーム火星人さん。この度は武装少女マキャベリズムの完結おめでとうございます。黒髪先生、神崎先生、連載お疲れ様でした。僕が本作に出会ったのは確か中学生の頃で、別の漫画の単行本に挟まっていた広告を見て面白そうと思い、単行本1巻を手に取ったのがきっかけでした。可愛くて魅力的なヒロインたち、かっこいい武術アクション、そして何よりも主人公野村不動という男の生き様が僕の心を魔弾で打ち抜いて、すっかりこの作品の虜になってしまいました。一見いい加減なように見えて、まっすぐで仲間思いで、何より自由を愛する、そんな彼の大きな背中から僕は多くのことを教えてもらいました。今ではもう野村たちより年上になってしまいましたが、また迷うことがあったらマキャベリズムの単行本を開いて野村たちに会いに行きたいと思います。最後になりますが、こんな素敵な作品を作り出してくれた黒髪先生、神崎先生をはじめ関係者の皆様にはいくら感謝しても足りない思いです。改めまして連載お疲れ様でした。本当にありがとうございました。 PS、 一番好きなヒロインはつくよちゃんです。我が子最高、我が子最高、熱いコメントありがとうございます。我が弟子褒められてますよ。
一番好きなヒロインは私ということで、最高ですか？当然です。では続いて、私の謙虚な意見では、これまでで最高のアニメの適用を持っていたこの傑作を説明してくれてありがとう。ただ私の好きなアニメで、いつか私の国で漫画が出版されることを願っています。ブラジルからのキス。およよ、地球の裏側、ブラジルからメッセージが。びっくりですね。ありがとうございます。では続いて、武装少女マキャベリズム完結おめでとうございます。アニメ終了後もますます盛り上がる物語の展開に、ワクワクしながら続きを楽しみにしていました。私にとってウーチョカちゃんは初めてたっぷりとセリフのあるキャラクターで、当時まだひよっこだった私は毎週ドキドキしながらスタジオへ行っていました。私にはもったいないくらいものすごくキュートな女の子で、本当に嬉しかったです。今でもイタリア語を街でふと見かけると、ウーチョカちゃんを思い出します。収録の雰囲気は、ご出産を出演声優みんなでお祝いさせていただいたりと、ハッピーな空気に包まれていたのを覚えています。大切な思い出のたくさん詰まったアニメでした。ありがとうございました。どうぞお体ご自愛くださいませ。お疲れ様ですわ。うう、小日向あかね。およ、うーちょかさん、もとい宇原ヶ崎さんじゃないですか。コメントありがとうございます。私も思い出がいっぱいです。本当にいろいろありましたね。思えば長かったような短かったような、8年くらい経った気もすれば、せいぜい半年くらいだったような気も。最終巻にはコミックス書き下ろしエピローグがドドンと23ページも掲載されていますので、本誌愛読者も大必見です。チェックよろしくお願いしますね。まだ読んだことのない方もぜひこの機会に、剣術の筆教、運用へ至るプロセスとエッセンスがふんだんに詰まった本作を読んで、あなたも。このくらいできるようになってくれないとがっかりです。ほよ、そういえば我が弟子の姿が見えませんね。この記念すべき第1回の動画に立ち会わないなんてがっかりです。ひょっとして新刊を買いに。それほど欲しくなったということでしょうか。でも抜け駆けなんてずっごいです。皆さんがお買い求めの際に、もし我が弟子をお店で見かけたら、私の分も買うようにと伝えてくれたらにっこりです。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。絶対ですよ。じゃあ一旦お別れグッバイです。